はい、皆さんこんにちは。今日はね、長崎の離島高島っていうところに遊びに来てます。釣り公園、入場料500円でこういう感じで設備されてて、はい、まあ奥の方までね入っていけるみたいなんで、ちょっと入り口からベイトがねすごい豊富なんですよ。これはBGQ ラトルですね。ピンクカラー、ちょっと手前から探っていこうかなと思って、今はちょっと一頭目投げてます。今日はね、デュエルのエギを使ったエギングをねメインにやっていこうかなと思っております。個人的にデュエルのエギ、まあ、パタパタですね通称は、釣り始めた時からずっと愛用しているエギで、初めてねキュルアップ釣った時使用したエギでもあるんで、個人的にはすごい相性がいいエギです。 SNS なんか見ててもね使用してる人がね多くて、釣果もねかなり上がってます。ほら来たっすね、来ましたよ。言ってるそばから、まあ合わせとかもそうとかもなかったですけど、言ってるそばから来るっていうのが嬉しいですね。ちっちゃいな。リリースしますね。ありがとう。受付のねお姉さんに最近の釣果どうですかみたいな話をして聞いたんですけど、まあ、渋いという情報だったんですけど、個人的には良かだろうと、あげてやろうと。渋い時にね釣るっていうのがいいですよね。釣れないところでこのデュエルの営業を使ったらどうなんだみたいなところをちょっと検証してみたかったんで、ちょうどいい環境にねぶち当たりました。はい、今移動してたんですけど、ちょうどねこんな感じで船が通るのかな、ここ潮の変化がありそうなんで、ここでちょっとねキャストしていこうと思います。いいですよねこういう釣り公園も、たまにはのんびり、家族連れなんかねいいですよね。子供たちと来てもね多分楽しめる。ファミリーフィッシングってなんかすごいいいと思います。弁当とか持ってきてさ、ちょっと当て塩っぽいんで逆をね攻めたいと思います。じゃあね追い風なんで、こんにちは、こっち側キャストしても大丈夫ですか、すいません。あげてやろうと、渋い時にね釣るっていうのがいいですよね。渋い時にね釣るっていうのがいいですよね。時間がもうないんでラストポイントになります。いましたね。結構ないですけど。鳥込みをね
てか結構でかい。これ結構でかいっすね。てかかなりでかい。てかかなりでかい。やばい。これ事件っすね。かなりでかいぞ。ちょっと待って、ギャフを用意してなかったですね。届くかな、届かなっぽいな。おーおお、ひどい、だいぶでかい。やばいやばいよ、これは届かんやろ。しゃがんだところでさ、よいしょよいしょ、届くかな、届くな、届かんか、届く、ギリ。さあ、皆さん、お待ちかね、お待ちかねしてないかな。ゲソ来た、よいしょ、チシッチッ、変なかけ方した、やばいやばい。イカちゃん暴れないで、イカちゃん暴れないで、俺だ。取れた取れた、やばい、これやばい、でかいでかい、これでかい、来ました、行きましたよ、これでかい、わお。先ばかりで行きましょう、はい行きましょう。かっこよく、かっこよく、やったね。よいしょよいしょよいしょ、飛び石釣り公園来て正解でしたね。何のね策略もないまま久しぶり入ってみようかっていう感じの兆候で、受付のお姉さんにね、最近いかがってますかって聞いたら、渋いですねって言ってたんで、それならもうデュエルのエギで釣っちゃろうと、見事大成功ですね。いやしかしギャフちょっと長いの買わないと、にゃーん。